こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない竹戸知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。世界の経済や株価 FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、中国経済がやっぱり超やばいと、中国でありえないほどの大規模なリストラが始まろうとしているっていうお話をお届けしたいと思います。まあ、以前からですね、中国経済が崩壊するのではないかっていうことはこのコーナーでも何度もお伝えしてきたんですけども、その最新のニュースを3つプラス1つご紹介したいと思います。はい、でまずそのプラス1つっていうのは、まずは何と言ってもですね、この新型コロナウイルスの大問題ですね。これが中国経済に与える影響がどれぐらいになるかと、これはもう現時点ではまだまだ何とも言えない状況ですので、まあ、もう少しね、情報が出揃ってからまた分かりやすくまとめてお伝えしたいなと思っております。まあ、とはいえね、もう言うまでもなく中国経済の与える影響とんでもないことになるというのはもう今現段階でも想像できますんで、まあ、さらにやばいことになっていくんじゃないかということですね。まあ、ですがね、今そんな経済的なダメージのことよりも、まあ、中国の方をはじめ僕ら日本に、そして世界の人たちが一刻も早くこの恐怖が解放され状況が落ち着くことを祈っております。はい、まあ、とはいえね、まあ、それもありますけど、一方としては当然経済の影響ってもちゃんと考えていかないとダメということなので、また今後見ていきたいなと思ってます。まあね、大打撃やからね、もういろんなところは封鎖されてサプライチェーンが止まって人の行き来も止まってますね。そうですね、武漢ってで、そのハブっていうか中心ですもんね、交通の要所ですからね。それ武漢自体が半導体とか自動車の、ね、製造の中心でもあるから、そうですね、はい、まあ、すごい影響は今後与えていくだろうということも予想ですね。ではその本題に入りまして、中国経済やっぱり超やばい3つの最新ニュースとしてはですね、1つ目は中国の昨年2019年の成長率がなんと29年ぶりの低水準だったと、はい、いうこと。2つ目がですね、絶好調だった IT 分野をはじめ、中国の大企業がついに大規模なリストラを始めたということです。ほう、そして3つ目が、そんな社会不安を抑えつけるための中国政府の治安維持が超やばいことになっている、マジっていうことをお伝えしたいと思います。怖いね、なんかその辺の詳しい3つの話に入りたいんです。その前ですね、はい、まだの方、初めての方はぜひチャンネル登録の方お願いいたします。こちらからお願いいたします。はい、面白い話してますよ。でまず1つ目の、ね、最新ニュースとして、中国の経済成長率のお話からしたいんですけれども、中国の国家統計局が発表した2019年の、まあ、GDP ですね、速報値は物価変動の影響を除く実質で前年比 6.1% 増となっております。ほう、まあ、増やから日本から比べたらね、すごい成長なんですけど、中国からしたらすごく落ち込んだってことです。それまで2桁台とかね、成長したから時もあったから ね。で米中貿易戦争の影響とかね、この貿易摩擦が長引いたりして、2018年は 6.6 だったところから比べると 0.5 ポイント下がっている、減速したってことですね。そしてこの 6.1 っていう数字が問題なんですけれども、これ実はですね、天安門事件があって、それを凄惨な事件があったから、まあ、欧米各国から経済制裁を受けてすごく中国経済がやばくなった1990年の時が 3.9% 落ち込んだんですけど、それ以来の29年ぶりの低い伸び率になったってことです。言うてもね、 3.9 とか 6. 点何ぼとか伸びとったらもう羨ましいなってなるけどね、日本からしたらね。日本はもう何なん日本。まあ、もうそれは成長しきったから、ある意味成熟しきったかということはありますけどね。当たり前か、まあ、当たり前ではないけど、まあ、新しい産業を起こせてないってことですけど、まあ、そうですね、まあ、ある意味では経済成熟しきってるんですけど、まあ、だから日本と比べたらあれです、諸外国と比べたら全然高いんですけど、中国っていうところで見たらね、すごい成長してたところが約30年ぶりに成長が遅くゆっくりなるってことですね。なるほどなるほど、っていうところが結構問題っていうことです。ほんまや、これ今までゴン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 右肩上がりで来てたのが、急にキュッと落ちて、そういう感じってことですね。あれって なるわけですよね。でそれが天安門事件あった時以来ということですね。でアメリカと中国はですね、1月15日に貿易協議の第一段階合意しましたけども、アメリカによる中国への関税は今も維持されてますよね。でそれが全部撤廃される見通しってのは今のところ立っておりません。もちろんまだ第2弾の話し合いとか第3弾の話し合いがあるんで、それを経てからということになりますからね。なので中国経済はすごくこれからも回復の見込みがなかなか見込めないということですね。
そしてですね、これはあくまでも表向きの話です。ね、本当に中国の GDP の成長率が 6.1% かどうかは、これさっき言った国家統計局、中国の国家機関が出してますから、うんうんうん、本当に 100% 正しい調査に基づく数字なのかはかなり疑わしい。なるほど。はてな。いや、違うでしょ。中国のこの統計っていうのはですね、中央の共産党本部にデータを出すんですけど、これ各中国で何々省何々省ってあるように、うん、省ごとに、目標値を決められるんですね、うん、お前んとこは 5% 成長、うん、お前んとこは 10% 成長しようみたいな、うん、ね、それ達成できなかったらで毎回中央に報告するわけですけど、達成できなかったらクビにされるわけじゃないですか。そりゃそうです、ね、いろんな意味で最低クビですね。いろんな意味でクビにされるわけじゃないですか。そうですね、うん、じゃあ絶対にごまかしがないのか言えるって言うのかって話が出てくるじゃないですか。ごまかしというかそこに合わせていくよね。あ、そうなりますよね、うんうん、でこれこの株や複数コーナーとかでもお伝えしてきた通りですね、うん、本当に経済成長しているかどうかを見るのなら、例えば、うん、その分工場などを動かすために電力消費量がどうなっているかって見るのも一つの方法というのがあるんですね、うん、だって本当に経済成長したら工場は動いてないとダメ、そうですね、ラインも動いているってことは電気の消費量も上がるはず、うん、あと鉄道輸送も同じですね、作ったものをどんだけ輸送しているか、鉄道輸送とかっていうのはこの辺はごまかせないんで、この辺を見たらいいよって当時の副首相だった李克強さんが言ってるんですよ、うんうんうん、だから裏を返せばうちらの言ってることは嘘だから、うん、電気と鉄道を見たらいいんじゃない、李克強指数って言われてるぐらい、ね、なるほど、その衝撃の発言の名前が来て提案やね、うん、李克強さんから、あ、そうそうそう、うんうん、最後の提案だったわけですけど、うん、でその最新データでは一応ね電力は 10.3% なんですよ、うん、だ上がってるんです。鉄道輸送一時マイナスだったんですけど上がってたりし、あと鉄鋼生産とかセメントも 6.3% 増とか、うんうん、一応経済成長はしてるような感じは出てますね、うんうんうん、ただですねこの辺の電気消費量とかも李克強さんとかそういうアメリカとかの金融のところからそういうの見たらいいやんって言われたぐらいから正確な数値は国に発表しなくなりました。あら、そこが、じゃあ李克強さんもいらんこと言うだな。だから そこ見られたらやばいと思って隠すようになったんやん。そうそう、だから指摘されたところのデータは出なくなりました。あらあら、国家統計局からね。うーん、だこれは辺はいろんな推定値を含んでいるってことですね。なるほどね。さらにですね、つい最近出た最新の予測ではですね、この新型コロナウイルスの影響を受けて大和証券によるとですね、中国の成長率は 6.1、 年初は 6.1 って言ってたんですけど、もうどうやら 4% 台になるんじゃないかという研究結果が出ています。へー、もっと下がるってことですね、うんうんうん、まあ、コロナウイルスの影響を勘案したらね。ちなみに野村によればですね、コロナウイルスの影響があったとしても日本の成長率はこれ1年間続いたとしてもマイナス 0.15 しか影響を受けないというふうに一応出ています。マイナス 0.15 しか、うん、まあ、日本にとっては大きいですけど、大きいやん、まあ、インバウンドぐらいの影響しか日本には直接来ないっていうふうに一応野村は試算してます。なるほどね、うん、インバウンドかなりでかかったと思うんですけれども、うん、そんなに大してなの、日本の全部から含めた観光業はそこまで大きくないでしょ。あ、そうですか、うん、うん、そっかそっか、うん、松清とか、まあ、松木は、まあ、ドラッグストアすごかったと思うけど、ドラッグストアあんなこう数千円のものと日本は車とかもっと大きいものいっぱい売ってますからね。ああ、そっかそっか、そういうことですね。なるほどなるほど、うん、日本に与えられる気はそこまで大きくないじゃないかって一応出てます。例えば冒頭でもお伝えした通り、現時点でこの新型コロナウイルスの問題がどの程度世界の経済に影響を与えるか、中国経済に影響を与えるか測りきれませんので、うん、まあ、あくまでもちょっとした一つの参考値というか速報値ぐらいに思っておいてもらった方がいいかなと思います。次に2つ目のですね、絶好調だった中国の IT 分野をはじめですね、うん、中国のいろんな大企業がついに大規模なリストラを始めたっていうニュースなんですけれども、はい、昨年ですね、2019年の数値で見ていくと、テンセント、もう、中国版の LINE とも言える、うんうん、WeChat とかね、はい、SNS の QQ などが有名で、ゲームでも世界的なシェアをめちゃくちゃ持っていると。うんうんうん、まあ、アジアで言ったら時価総額一番の企業ですね、まあ、一番の時もあるような大企業、うん、そうですね、ポニーマーさんが作った、まあ、深圳で創業した、もう一時はガーファにも匹敵するぐらいの株価の時もあるぐらい、うん、とテンセントなんですけど、なんとですね、昨年2019年1年間で中間管理職全体の 10% を降格させてます。ほう、
平社員にってこと、うんうん、そう、そんなに中間管理職いらんわっていうことになったってこと、まあ、言うたら一つのリストラですよねってことをしたということです。さらに中国の四大ポータルサイトの一つと言われているネットイースっていうところも、うん、まあ、いろんな部門があるんですけど、ある部門においてはなんと 50% 人員削減したと、社員半分クビにしたと。どこの部門やろねそれね。正確な数値は出せないんですけど、30部門によって 30% か部門によって 50% のリストが行われたって言われてますね。だから中国の4大ポータルサイトなんで、まあ、例えば日本ではヤフーみたいなところですね、ほう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 、ところの社員が半分ぐらいクビになっちゃったってことですね。さらに中国最大手のメディアであって、うん、さらに中国最大の広告会社でもあるシナっていう会社があるんですけど、ここもシナの、まあ、そういうネット関連のニュース部門なんですけど、ここのリスト率はなんと 90% です。今まで何やったん逆にそれでいけるんやったら。いや、それぐらいもう赤字になってるってことです。赤字というか経営が苦しいってことですね。だから今まで100人おった職場で、ある日行ったら10人しかいなかった。いや、それじゃあ残った自分エリートやな。残った10人すごいですよ、ね、すごいな、せーやな。これだから中国最大手メディアで、うん、最大手の広告代理店なんで、まあ、日本で言ったら、まあ、最大手メディアって難しい。例えば日テレと電通が一緒になったような会社のある部門も 90% リストラされたってことですから、ね、やばいな、うん、そういうことですよ。日本やったらちょっと考えられへんね。考えられないですね。さあ2015年の時点で中国の通販サイトのシェアのなんと 56.3%、 つまり5年ぐらい前の段階では中国の通販サイトのもう半分以上占めてた EC サイトの JD.com ってとこあるんですけど、ここを運営しているジンドン商場っていう会社とかね、うん、あと、大手ライドシェア、つまりまあウーバーみたいな相乗りの企業の DD 中心っていう会社があるんですけど、ここも続々と大規模なリストラを実施していますと。だから先ほども言いましたけど、テンセントなどでいうと株式の時価総額でいうと、まあ、アメリカのガーファに匹敵するぐらい、 Google、アップル、アマゾン、フェイスブックに匹敵するぐらい、ね、中国の IT 企業として大規模、もう最大大きい企業なんですけども、うんうん、で大規模にね、そして急成長してきたわけなんですけども、この2018年末くらいからですね、中国のネット企業も厳冬期、つまり厳しい冬と呼ばれているくらい経営状態が苦しくなっているのが今現状ということです。へえ、それさ、やっぱりに中国のネット界隈でもものすごい話題になってるよね当然。ん、中国人同士で、えらいこっちゃってなるよね、そんだけの大企業がリストラの踏み切ったら、ね、あ、これもちょっと後でちょこっと触れますけど、あんまりそういうのはね、すぐ消えますね。一瞬で削除されます。なるほどね、いろんな意味でね、はい、削除されるよね。削除されます、うんうんうん、完全に全ての SNS とかね、そうやね、完成してるもんね、はい、うん、日本もそうやけどね。ええ、え、あは、まあ、その話に戻してね、うん、中国の IT 企業は苦しいかっていうと、まあ、ある意味一つで言うと中国国内でも十分成長しきったと、うん、だからこれ以上なかなか伸びないっていうところにも来てるってことですね。なるほどなるほど、うん、さらに米中貿易戦争の影響などもあって、まあ、なかなか売上も伸ばせないんで、うん、もう人件費の削減しか今のところ危機を乗り越える方法がないっていうことです。ねえ、うん、売上を上げることはできないと、うん、新たな市場に打って出たいけども、まあ、米中貿易戦争の影響あってなかなか進出できない、うん、じゃあ削るところっていうことで人件費から削ってるっていう感じですね。なるほどね。 やっぱりその良かった時代に人件費めっちゃ高くしすぎたとかそういうことですかね。あ、それもありますね。中国の、うん、まあ、例えばファーウェイとかだったらね、もう初任給が日本円で800万とか、ね、まあ、あの技術系ですけど、うんうんうん、あるんで、まあ、そういうものありますよね。うん、だから人件費からまず削っていくっていうことで大規模なリストラが始まったってことですね。なるほど、まあ、いわゆるあの企業が中年の危機に陥るっていう表現を日本ではするんですけど、うん、もう中年になってきてこれ以上成長できないと、うん、だからいろんな部分を削っていこうっていう感じですね。ダイエットですね。ダイエット、メタボ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 、企業がメタボになってるんで、うんうん、いらん、あの削れるところってまず人件費からっていうことですね。なるほどね。日本とかやったら、うん、そのリストラするときにその退職金とか、うん、結構大変なことになるじゃないですか、はいはいはい、中国は簡単に切れるんですかね、首を。どうなんで
ね、そんだけ9割方に退職金までなんか保証して辞めさせるってなったらすっごいまたことになりそうなんで、よくできたなっていうふうに思ったんですけれども、そこら辺がないんやったら何もでも切れますね。こんだけ労働者にある意味優しい国は日本ぐらいじゃない？ある意味優しいんだ。いや全然ちゃんと人権が守られてて、まあよく言えば、例えばシンガポールとかやったらもう雇って何ヶ月か2年かちょっと忘れましたけど、理由なくてもクビにできるとかありますからね。あ、そうなんだ、ね、っていう国もありますか。労働者にとってはもうそれが普通なんですね、海外では基本的には。まあ、そういう国もありますね。まあ、だから優秀な人は自分の能力を認められるという方針を取るのか、みんなを守るっていう方針を日本みんな取るのかっていう差があって、政策の違い、政治の違いはあると思います。で、話戻して、はい、そしてそんな新進気鋭の IT 企業でさえ超やばいので、中国の製造業はもっとやばい状況になっています。まあですね、実際にですね、中国の製造業でいうと、まず米中貿易戦争による輸出が減少している、あと融資がなかなかもらえない、金融もやばいでね、あと実はすごく税金が高い、重税なんですよ。あ、そうなの？中国なんか減税にして景気を刺激してたよね。だいぶ減税になってますけど、まあ重税もあったと。あ、そうなんですね。で、あと高コストですね。そして環境問題っていうこの五大危機に今直面していると言われています。やばそうだね、はい、一つ一つがやばそうだね。そうですね、そしてそのような状況にあるんで、もう中国に工場を作るメリットっていうのもなくなってきたし、中国自体の市場規模も縮小してきてるんで、さらに投資対象者もだから魅力もなくなってきたということで、中国から外資系企業が撤退しまくってるんですよ、製造業で言ったらね。だから日本も今まで中国世界の工場として日本企業も大量に中国に工場持ってましたけど、今代金とかだったらベトナムとか移動させてるじゃないですか。だからそういうことが起こってるから、製造業もっと厳しくなってるということですね。ほう。さらにブルームバーグの記事によるとですね、まあ、今全世界的に言っても自動車の市場は低迷しておりまして、はい、この2020年からの数年間だけで、各国の自動車メーカーのリストラ、全世界の自動車会社のリストラは合計8万人を超えると試算されております。すっごいな。まあ、一部の発展途上国とかの時はもう供給過多だと、今後も大規模な売れなくなっていくと。そうですね、はい、結構先進国だったらもう持ってますもんね。特に日本なんか分かりやすいですけど、もうあんま車買わないじゃないですか。そうですね、なんか最近では車のサブスクみたいなのも出てきたくらいですからね。サブスクシェアですか？サブスク分かりますか？サブスクリプションでしょ。サブスクリプションどういう意味ですか？何？いや、わかんないです。まあ、例えば月々いくら払えばもう新車に乗り換え放題とかっていうサービスね、ありますね。とかの方でも買わないという選択肢も出てきたんで、今後世界的に見てもそういう流れになってきて、なんと8万人がリストラされるというふうに試算されているということなんで、で、先々週くらいですかね、七福さんのニュースチューブの方でも詳しく解説してもらっていますけども、まあ、中国の自動車メーカーの売り上げもどんどん今落ちてきているので、やばいって話ありましたけど、この今後起きるであろう世界的な自動車メーカーの大規模なリストの影響は、中国がまさにダメージを受けることになるということですね。で、自動車産業っていうのはもう めちゃくちゃ幅が広いの で、 そうです、ね、自動車1台作ると何万点っていう部品を作るぐらいですから、すごいたくさんの中小企業を巻き込む産業なので、中国経済はやっぱりやばくなっていくということですね。例えば日本経済で言っても 10% も自動車関連って言われていますからね、だからそれぐらい自動車って裾の広いんで、その辺がやばくなってきたら中国経済やっぱりやばくなっていくということですね。なるほど。そしてこのコーナーでも何度も言ってきた通りですけども、米中貿易戦争の本当の影響が出るのは今年2020年からなので、この IT 企業とか製造業、そして自動車産業をはじめとした中国企業の大規模な輸出の流れは今年も続くであろうと予測されていますということですね。先ほどもお伝えした通り、今の現在の中国の環境を考えたら、もう人件費削減が企業が生き残るための唯一の方法と言えるので、というかそれしか投稿がないので、リストラ今後増えていくということですね。で、この大規模なリストラの現状を、ね、象徴するかのような中国のある人の投稿が今話題になっております。それはですね、
先ほど言った、まあ、中国で一番人気ある SNS の一つでもある WeChat があるんですけど、うんうん、これ10億人イコールユーザーがいるらしいんですけどね。10億人ってすごいね、うん、その WeChat で、昨年2019年人気投稿トップ15っていうのを毎年発表してるんですけど、その堂々たる1位がですね、就職10年年収100万元、うん、でもリストラはたった10分間時代があなたを捨てるとき一言も声をかけないっていう、なかなか切ない投稿だったんです。その文字、文字、それは動画とかじゃなくて文字、文字がもう一番バズったんや、うん、あ、人気、あ、そう、トップ人気あったトップ自分1位に選ばれたのはこれですね。へえ、世知辛いよ。なんか中国ってもっと夢にみんな溢れてて活気があってって思ってたけど、うんうん、ちょっとこれが2019年1位に選ばれるくらいもう今そういう状況になってるってことです。あ、みんなが共感を生んだよね。そういうことですね。就職するために勉強頑張って10年かけてやっと頑張って年収100万元になった、でもリストラされた時10分間だったと、うん、10分間部屋呼ばれて話されてもう明日が来なくていいよって言われたとね、うん、時代があなたを捨てる時一言も声をかけない、うん、この切ない投稿が1位になったんです。切ないな。めっちゃ切ないな。だから中国でもそんな状況になってるってことですね。これが WeChat の1位やったわけですからね。1位やったわけやからね、うん、うわ、まあね、もっとそもそも論で言うとですね、うん、共産主義っていうのは倒産とかリストラがないはずなんですよ、ね、ほんまやな。そういう社会のはずやんな、うんうん、ね、本当はそうでしょ。まあまあ共産資本主義みたいなとこやから、うん、資本主義やんなほぼな、うん、共産党が治めているだけの、共産党が資本主義をやってる国ですけどね、うんうん、うまいことをいいとこだけ取ってるようなね、まあ感じですけど、基本共産主義ってリストラとかね、倒産ありえないですから、思想的にはね、うんうん、で、まあ中国もですね、経済、中国経済やばいっていうことで言うとですね、中国の国の借金ですね、うん、これ実はですね、ちょっと前までは発表されたんですけど最近報道されなくなりました、うん、中国国内でも発表もされなくなりました、うんうん、なのでこれも隠されております、うん、で一応いろだから正確な数字は分からない、中国政府発表しなくなったね、突然ね、ついになので分からないんですけど、一応債務は1兆円と言われております。まあこれは国とか民間全部含めて、ね、総債務ですけど、うんうんうん、最大だいたい1兆円という報道が大きいと、キーきたね、うん、借金が国と、いや、民間全部合わせてね、うん、借金が1兆円と一系ね、うんうん、よく分からなくなってきた、ね、まあ、中国人多いから。で、中国、奈良美さんもちょっとおっしゃってましたけど、まあ、中国経済がもう減退してるのは分かりきってるんで、例えば減税とかもしてますけど、まあ、政府もさまざまな景気不要策ですね、だから景気を良くしようという、ことをやっております、うん、例えばですね、象徴的なのがですね、外国資本による石油などの資本資源開発を今年5月が解禁するという方針を明らかにしております。へー、なんか意外、意外ですよね。外資を入れてそんなね、中核の産業をやらすなんて中国らしくないな、うん、でもそれやらないとあかんぐらいもう切羽詰まってるってことですよね、はい、うん、今やったら絶対中国と合弁会社作ってやらなかったっていうあれやったんですけど、そうね、うんうん、もうそういうのもう無理になってきたということですね。できないんだ自分のところで、うん、へえ。だから思っている以上に中国経済結構やばくなってるということです。なるほどね。そして次にですね、3つ目の最新ニュースとして、そんなね、社会不安を抑えつけるための中国政府の治安維持が超やばいことになっているということをお伝えしたんですけども、うん、ね、今言ったようにこの大規模なリストラっていうのは当然ですけど、イコール大規模な失業者を生み出しますよね。はい、そうですね。ということは大規模失業っていうことはそのまま社会不安をもたらすわけですから、うん、中国の場合は経済規模も人口も桁違いに多いからので、うん、その社会不安もとんでもない大きさなわけですよね、うんうんうん、今でも実は中国各地でデモとか動乱って起こってます、はい、これ中国国内は当然として日本でも全く報道されておりません、うんうん、でもめちゃくちゃデモとか動乱起こっております、うん、今中国全土でね。さらに今年2020年からさらな大規模なリストラがもし起こっていくとすれば、さらに失業者が増えていく、大規模になっていくと、うん、そうなっていけばもっと社会不安が大きくなる、うん、となってくるとですね、例えばですけども、例えば去年いろいろデモで大騒ぎになった香港のように、この政府に対する、中国政府に対する不満が一つにまとまってくると、うん、もう大規模な動乱になりますよね。
そうですね、もう超やばいことになっていきますよね、うん、これが中国政府にとって一番怖いわけですよ、うん、だから各地でまだ起こっているうちはなんとか制圧できるけど、これ一箇所に集まってきたら中国10億人以上の人口いるわけですからね、うん、もうすっごいことになってきたらさすが抑えきれない、うん、ここが一番怖いので、中国政府はその治安維持のための予算をめちゃくちゃ上げております、うん、ってことですね、怖いんやね、うんうん、まあ、数が多くなってやっぱ抑えつけられないですからね。そうですね、うんうん、このためですね、このここ最近中国は慰安費って呼ばれている、つまりまあ治安維持のためのお金予算なんですけど、これを毎年増やし続けております。ほうほう、この慰安費っていうのはですね、まあ簡単な治安維持費、まあ日本語で言うと正確に言うと社会安定維持っていうことなんですけど、うん、一応中国政府の正式な用語で言うと公共安全支出費、支出費っていうことです。公共の安全のためのお金ですよ。なるほど、ね、まあ、日本で言ったらもう簡単だったら治安維持費みたいな感じなんですよね、うん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 、中国政府が発表した2019年の予算案によると、この公共安全支出の予算は約2兆7900億円です。ほう、まあ、3兆円弱、うん、治安維持のために使われていると。うーん、何するんですか。何するのその人たち。でもあったらふわー、制圧にお金を使ってるってことですか、うん、そんだけの。まあまあね、お金はいるよね、うん、人件費とかいろいろ。警察じゃないです。警察じゃないの、うん、治安維持費です。治安維持する人たちが民兵みたいな感じでおるってこと。まあそんなのもお金予算割かれますよね、いろんなところに割かれるってことです。で実はですね、うん、これは国防費の 15% に相当します。そうなんや、うん、内部の反乱を抑えるために 15% を使ってるってことね。そうそうそう。で実はこの慰安費にはですね、地方政府の分は計上されてないんですね。ほう、だから総額で言うと全省の何々省何々省の予算を全部出すと、なんと国防費より多いと言われております。国防費より多いです、治安維持費の方が。へえ、つまりアメリカとか海外の国に対する軍事予算よりも国内を押さえつけるための予算の方が多いってことです。へえ、もうそれぐらいかけて押さえつけてると。だからさっき言った SNS を監視するのもその維持費でしょうしね。なるほどなるほど。その AI を開発するのも維持費でしょうし、うん、そっちの方が国防費より多いと言われております。はあ、うん、まずだから海外が敵じゃないんだね。あ、国内が敵なわけ。敵というか、まあ押さえつける、うん、もう押さえつけるというか。だって、まあ、常に中国って革命でね、一般市民に転覆されてきたから、ね、うん、怖いよね、うんうん、歴史で言ったらね、うん、そこら辺やろうか、中国中国の歴史さらってことか、うんうんうん、それはなかなか。そうだ、4000年の歴史を4000年の歴史さらって4000年を陰から始まって陰から始まって、まあ、それぐらいもう全力で押さえつけてると。で逆に言うとそれぐらいかけ、国防費ぐらいかけないと押さえつけれなくなってきてると。あ、なるほどね。もう今すでにってことですか。もう今すでに。へえ、そういうことですね。金かけすぎやね。普通の日本とかアメリカとかやったらそんなに中にはかけんでいいわけやん。かけんでいいですよね、うん、普通に国民としておるわけやん。日本はもう 1円もかけなくて、ね、ほんまやな、誰も反乱起こす中国はすぐ反乱起こすってことですね。そういうことですね。まあ、日本も残念ながらちょっとテレビで不倫の話でも出しとけば、ほんまや、世論そっちに誘導できますからね。不倫がひどいとかかわいそうやとかなんかいろいろね、うんうん、でも芸能人のこの人はこう言うたとか、なんぼでもネタできるもんね、あれ、うん、しょうもない。まあまあ関係者の方々はね、でもまあ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 しょうもないでしょ、はっきりして。で2019年の年末、まさにもう去年の昨年の年末ぐらいにですね、はい、中国政府の中でも中心機関の一つと言われている国務院っていうところがあるんですけれども、うん、ここがですね、大規模な失業リスク、その大規模リストラに対するものを全力で防ぐために、うん、各政府機関、いろんな省とかね、その地方政府に就職状況の安定に全力で取り組もうっていう意見を発表してます。ほう。だから国民ってところが大規模失業率が行われてて、今社会が不安定だから、うん、就職状況を安定させるためにみんなで一緒に頑張りましょうっていう意見を発表してるんですね。意見。意見？意見っていう題目で発表されてるんですけど、そんなもん言われましてもやんな。この中国政府が言った意見っていうのはですね、うん、意見、この意見として発表してます。
ほう、あのなすごく分かりやすく言うと意見っていうタイトルで発表されてるんです。ただこれ意見って同じ意味ですか？日本と。日本と同じ。日本語で言ったら意見、うん、私の意見です言って発表してるんです。これ命令ですからね、中国で言ったら。あ、意味違うんや、やっぱり。まあ、分かってるやろうなっていうことですよね。国政府、中央政府は就職状況安定のために全力でみんなに頑張ろうっていう、ね、まあ、ある意味スローガン掲げたわけですけど、うんうんうん、これは地方政府にとっては命令ですから。あ、なるほど。採用せよということ。そうしろということですね。はいはいはい。だから政府機関とか地方政府にそのを通じて各企業に対して圧力をかけようっていうことです、うん、はっていう意見です。確かにな。会社もリストラをしなあかんようなところで、うん、やっとリストラできた思ったらそんな意見言われますよ。だ、表向きは意見ですけど、もう 100% 命令ですから。はあ、命令が苦だったんです、ね、なるほど。それその逆に言うと、その意見命令を出さなあかんぐらいやばいってことですよね、うんうんうん、今状況がこうなっているということです。なるほどね、うん、まずいな。だから中国経済結構やばいところがガタガタ来てて、このこれがだから2020年最初ぐらいだったのが、この2月な1月終わりぐらいから2月にこの、ね、コロナウイルスの問題が出てきてるんで、うん、どうなっていくかということです。お前ね、ちょ、さらにやばくなっていくんじゃないかっていうことですね。でも無理してそんな雇っとったらな、うん、リストラどころか倒産なんてもあるな、まあ、そういうことになりますけど、うん、中国政府としてはそれで、ね、さっき言った失業者増えたらもっとどうなっても困るから、そうですね、意見を言ったんです。だからこれね、に中国よく言われるのは、中国経済今たどっては日本経済を、ね、そっくりだって言われますけど、うん、決定的に違うのはですね、日本は、まあ、経済成長してきたこの、まあ、30年ぐらいの間にですね、国民の所得で倍になってますし、うんうんうん、その間に日本人は貯金を、ね、貯めてますし、うん、いわゆる中流階級をたくさん生み出したわけですよね、うん、そして、まあ、いろんな、ね、まあ、問題もたくさんあるけど、年金制度とかも充実させてきたわけですけど、うんうん、中国はですね、年金なんかまあないわけですよ。ないの？ないに等しいの。はあ。社会保障制度もまあないと。ないの？ないに等しい。へえ、うん。さらに今ね、最近終わりましたけど、一人っ子政策があったんで、今後少子高齢化がすごく進むと。ああ、そうですね。まあ、高齢化がすごく進む。今まで、うんうんうん、ね、夫婦の間一人しか子供産んだらあかんってことになったから、うん、この二人がどんどん高齢化した時にすっごいことになりますよね。そうですね、うん、負担がね、若い子にかかってきますよね。でも今言ったように地方経済、それが地方経済イケイケやったら全然問題ないかもしれないけど、今言ったようにかなりヤバくなってきてるんで、うん、この一人っ子政策を作ったことによって生まれる多数、今後で生まれていく多数の高齢者をどうやって育てていくのか、うん、今言ったら年金がとか社会保障が十分作られてないですからね、うん、なのでこれは今後大問題に発展していくだろうということに、うん、が予想されるということですね。なるほど。はい。だけど中国経済はさっき言ったように GDP の伸び率もやばいし、リストラも始まってるし、そしてそれを抑えつけるための治安維持費も上がっているということで、今回はその最新ニュースとしてお伝えさせていただきました。さらにここに今何度も言います、ここに新型コロナウイルスの影響がもろに被って、ね、今後出てくるということですね。またその辺の最新情報を解説をお伝えしていこうと思いますので。見逃さないでぜひチャンネル登録の方お願いいたします。セルマハも登録お願いします。この動画がいいと思われた方はぜひいいねボタンもよろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひ動画説明欄にこの動画に関する詳しい説明も書いてありますので、特殊な意味を込めてぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。やばいね中国、うん、そんなやばいイメージなかったでしょ私ね。あ、うん、そうだね、うん、やばいやばいとは聞いてましたけども、うん、言うてましたけども改めて他人の口から聞くと、うん、あ、やばいなやばいな、うん、そんなにリストラが行われてるとはね。去年すごく、だから去年すごかったってことですね。でもお金持ちの人もいるはいますよね。あ、もういますよ。めっちゃいる、めっちゃいる、超格差社会。日本の何、に向こう日本でお金持ちが1億人いますから、うん、国民ぐらいいるの。日本国民と同じぐらいのお金持ちはいる。あ、うん、そう、私インスタでその中国の女の子たち、そう、女、中国のインフルエンサーみたいなワンホンって言うんですけど、そうそう、インスタやってんの？インスタ OK な？多分あれちゃいます、なんか何回線、うんうん、なんかわかんないですけど、うんうん、ああ、そうそうそう、 VPN 使って、多分それそれ、そうそうそう、ね、なんか大体みんなお金持ちなんですよ。あ、そう、女の子たち、女の子がお金持ち、そう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 、
だから中国すごいと思って。インスタ情報若い女の子でみんなお金持ちだから。そう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 、多分インスタしてそんな VPN のかませる子は多分すごいお金持ちの前ね、家の子なんでしょうね、うん、そうそうそう、うん、なるほどね、うん、まあ、そこら辺はまだ安泰でしょうけど、まあ、そうなれなかった人たち、まあ、たくさん大多数の人たちが今やばくなってきてるっていうことだね、うん、だからお金持ちであればあるほども中国から資産逃がしてますからね、うん、まあ、それはもう数年前から行われてますけどね、うん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 、でも中国がそうやってやばくなってきたっていうことは日本は大変の稼ぎはおられないわけですね、うん、これはまあ中国は中国しておくんですよねみたいなことをなんかおまけコーナーで真面目なこと言っちゃったさよなら、またね